ダニーロ・ガリナリは、イタリアのプロバスケットボール選手。NBA のアトランタホークスに所属している。サンタンジェロ・ロディジャーの出身。ポジションは、パワーフォワード。208センチメートル、102キログラム。父親のビットーリオ・ガリナリも元プロバスケットボール選手で、マイク・ダントーニとは、現役時代イタリアでチームメイトであり、ルームメイトだった。2004年、16歳で、 プロデビュー。2006年、18歳で、イタリア A 代表デビューを果たし、2007年ユーロバスケに参加する予定だったが、直前の走行試合で怪我をして、大会欠場。2007年、セリエ A オールスターのスリーポイントコンテストで優勝。2007から2008年ユーロリーグの新人を受賞。2008年の NBA ドラフトで、全体6位で、 ニューヨークニックスに指名された。ニューヨークニックス時代のガリナリ2008から2009シーズンは腰の怪我の影響でわずか28試合の出場に終わり、シーズン成績は6.1得点2.0、リバウンドで早くもダーコミリチッチの二の舞になるのではないかと懸念されていた。2009から2010シーズンは怪我外へ出場機会を増やし徐々に 本来の実力発揮し、チームが低迷する中、シーズン成績は十五点一得点四点九リバウンドを上げ、評価を覆した。二千十から二千十一シーズンの途中カーメロ、アンソニー、チャウンシー・ビラップスらとの交換トレードで、デンバーナゲッツへ移籍した。ナゲッツ移籍後、同じく移籍してきたウィルソン・チャンドラー、レーモンド・フェルトンらと共に活躍し、ナゲッツは、 カーメロという柱を失ったが、全員バスケへの転換に成功し、勝ち星を重ねプレイオフ出場を果たした。2011から2012シーズン、ロックアウトに伴い、イタリアのオリンピアーのミラノでシーズンをスタートさせ、デンバーに戻ると、序盤の快進撃に貢献し、ナゲッツとの契約を2015年まで延長した。2013年4月に、 左膝前十字人体損傷の重傷を負い、2013から14シーズンは全球を余儀なくされ、翌2014から15シーズンも同じ箇所を再手術するなど、怪我に悩まされている。2014年10月29日、デトロイトピストンズ戦で復帰を果たし、2015年3月22日、オーランドマジック戦で、キャリアハイの40得点を記録し、 さらに4月10日のダラス・マーベリックス戦で、キャリアハイを47得点に伸ばした。2015年8月9日、ナゲッツと2年の延長契約を締結。2017年1月28日のフェニックス・サンズ戦では、シーズン最多の32得点を記録した。2017年7月7日、ナゲッツ、ロサンゼルス・クリッパーズ、アトランタ・ホークスが絡んだ。 サイントレードにおいて3年6500万ドルでクリッパーズに移籍した。2017から18シーズンは怪我により21試合の出場に止まり、プレーにおいても制裁を欠いたが、翌2018から19シーズンは68試合に出場し、平均19.8得点をマーク。シーズンのスリーポイントシュート成功率も43.3%と、 外からのシュートを高確率で決め、チームの2年ぶりのプレイオフ進出に大きく貢献した。2019年7月6日、オクラホマシティサンダーとロサンゼルスクリッパーズとのトレードで、サンダーのボールジョージとクリッパーズのシェイ、ギルジアス・アレクサンダーと多くの指名権とともに、サンダーに移籍した。高身長でミスマッチを生かし柔らかいシュートタッチと、 センスを持つシュータータイプのヨーロッパ出身選手の典型の選手。一方で、体の強さと高さを生かした豪快なドライブ、ブロックさらには、リバウンドにも、積極的に参加する。またバスケット IQ も高く、パスセンスに優れており、リーグ屈指のオールラウンダーに成長している。課題は、好不調の波が激しいこと。ありがとうございます。